よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボボを持ってます。今日は2021年4月ですか。ここはね、ハイウェイオアシスカリアですね。伊勢湾岸道 のパーキングエリアのところのあのハイウェイオアシス、あのそこは柿椿の湯ですね。はい、前に高速バスで来た時もね、ここをとあの寄って動画撮りましたけど、あの柿椿の湯一回行きたいなと思ってたんですけどね、ちょっと今回もね寄りたいんですけど時間がないんで寄れません。今回俺様あの自分で運転してきたんですけど、ちょっと予定が押してるんで渋滞に巻き込まれちゃってね、ちょっとね、まあ和歌山県の方まで行くんですけど、まだ刈谷市なんで、まあ、さっさとそこの上までね、じゃがりこと飴玉買ってね、もう車に戻ります。観覧車です。ね、番組とか あのスタジオを見てる人たちのことではありません。観覧車、これ見えるかな、これ観覧車でやってます。はい、ということでハイウェイオアシス刈谷に来ました。ただそれだけの話です。はい、あの屋根が一番嫌いのです。はい、それでは最後からボーボー。